様、こんにちは。なりわでございます。本日私、9月23日75歳のお誕生日になりまして、実は本日リスナーさんから、視聴者の方からですね、ちょっとプレゼントを頂戴しました。なので今からね、開封をしていきたいと思っております。なんかガラス瓶瀬友のって書いてあるんですが、一体何を送ってくださったんでしょうか。一応開封していきたいと。送ってくださった方はいつもね、YouTube とかツイキャスにねコメント書いてくださっているまみやたさんでございます。はい、では、何でしょうか。まず開けたらこういう感じで入っておりますが、これは何だろう、包装紙かな。包装紙を上にかぶせてあるんですね。割れ物だから怖いですね。これでいいのかな。こちらかな。ちょっと待ちください。ここはただ単に、あとはあれですね。はい。では早速こちらをね、開封していきたいと思います。よいしょ。なんかこういう時が一番ワクワクしますね。なんだろうというワクワク感、わかりますか。よいしょ。あら、まだ、らっきょうか、らっきょうなのか。はい。ちょっと待ってね。厳重に、なんか割れ物だからでしょうね。すごい厳重にね、包装していただいております。まみやたさん、ありがとうございます。はい、やっと出てまいりました。はい。なりわさん、お誕生日おめでとうございます。ますますのご活躍をということで、ありがとうございます。メッセージ付きでございます。ではまず、こちらをね、開けさせていただきたいと思います。なんだろうね、ハッピーダンプティ？ハンプティダンプティ？よいしょ。あ、こっちからですね。リボンをほどく必要なかったのかな、もしかして。なんだろう。本当にらっきょう感で。ちょっと待ってね。おお、危ない。あ、よかった。クッション材にね、しといていただいて、倒したら、なんだろう。なんでしょうかね。なんだろう。これってもしかして、あれですか？私の名前が間違っていなければ、アクアリウムというものでしょうか。あ、素敵ですね。綺麗ですね。お誕生日ということで、それでお花のアクアリウムをね、送ってくださったんでしょうかね。まみやたさん、ありがとうございます。大事に飾らせていただきます。この辺は不安定なので、そうですね、どこに飾る？寝室にね、飾らせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。そしていつもね、応援していただいてありがとうございます。びっくりいたしました。まさかね、当日にね、送って、このような素敵なねプレゼントを送っていただけるなんて、思っていなかったので、本当にありがとうございます。ではでは皆様方、今日はまみやたさんからの誕生日プレゼントを頂戴いたしました。はい、こちらでございます。アクアリウムでございますね。綺麗ですよね。よかったら玄関もいいですね。玄関か、もしくはそうですね、寝室のどちらかに飾らせていただきたいと思います。はい、アクアリウム、とっても素敵な可愛らしいお色ですよね。まみやたさん、本当に素敵なプレゼントありがとうございます。大事に飾らせていただきます。そしてですね、皆様、割れないように、すごくね丁寧にね、段ボールの中にね、こちらの紙なんですけど、これを一番上にかぶせてあったんですが、ね、たくさんのね、
包装紙を使っていただいて、割れないように、気を使って、丁寧に包装され保護されておりまして、本当に温かいお気持ち、頂戴いたしました。本当にありがとうございます。まあ、こちらは私の寝室または玄関に飾って毎日眺めさせていただきたいと思っております。本当にありがとうございました。はい、ということで皆様方、いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。本日はまみやたさんからの誕生日プレゼントを頂戴しましたので紹介をさせていただきました。本当に、感謝しております。ありがとうございます。では、またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。